初めて尖閣周辺海域の海洋調査が実施されたとの情報をキャッチしました。今回は海洋調査の模様を詳しく見ていきますね。海警局の動きも、その時は活発化、海上保安庁巡視船が警護してくれています。そういえば、あの石原氏の尖閣基金はどうなったの？石原慎太郎さんのご冥福をお祈りします。東京都が購入していたら、今とは絶対に違った未来でした。2022年2月1日、かつて東京都知事を務め、その在任期間中に、尖閣諸島の東京都への編入計画を打ち出して、一躍、この問題をメジャーなものとした政治家、石原慎太郎氏が世を去ったことが、各メディアで大きく取り上げられている。流行作家として注目を浴びた後に、作家活動と並行して、自民党所属の政治家となり、参議院議員を皮切りに、後に衆議院議員に移り、環境庁長官や運輸大臣として入閣するなど、渡辺派の一員として石原氏は活動した。特に、自民党内でも高派止めされた政策集団の青嵐会に所属して活動していたことから、知名度を高め、平成最初の自民党総裁選に出馬するも、ここでは、敗退、以後平成7年に国政を退き、同11年から東京都知事となった。平成24年まで東京都知事の座にあった石原氏が、ディーゼル機関の車両の規制強化や、金融機関への外形標準課税の導入、東京オリンピックの招致などの政策とともに唱えたことで、注目されたのが、尖閣諸島の東京都編入の計画だった。結果、この尖閣諸島の東京都編入は実現せず、国が所有者から直接購入することで、今に至る国有化となったわけだが、この動きの先鞭をつけたという点においては、確かに、石原氏に、一定の功績があったとも言えるだろう。ただし、この問題を、石原氏らが、大々的に打ち出したことで、個人所有者からの魚釣島、北小島、南小島の買取額が 20.5 億円となるなど、売買金額の高騰を招いたとも言われており、一部では、その評価も分かれている。また、事実上は、日本と中国との間で棚上げ状態に置かれていた尖閣諸島に対し、これを一躍世に知らしめたことによって、むしろ、中国側の強硬姿勢を強める結果にもつながってしまった等の批判的な捉えられ方をされることも多い。ただいずれにせよ、そうした意見は、究極的に結果論であるともいえ、国力の増大と台湾の統一王国是として掲げる中国は、尖閣諸島に対する圧力を強めることはあっても、その逆はないと考えておいて、間違いはないだろう。個人的には、日本のマスコミは、未だリベラルな風潮が拭えないと思っていたが、さすがに、石原氏の訃報について、今のところは、そうした政治的な評価よりも、個人を悼むニュアンスで報じるニュースが多いようで若干意外でもあった。まだまだ公表されて、間もない死者を悼むという、姿勢は堅持されているようであり、実際の政治家としての石原氏へのマスコミの評価は、この期間を過ぎた後に、改めて行われることになるのだろうと感じさせられた。さて、この石原氏の訃報の1日前の1月31日、県の尖閣諸島では、日本側が、新たな政治的な動きを見せており、このところの、周辺海域や領海への中国、海警局の艦艇の侵入という、ニュース以外の話題が久々に報じられている。これは東海大学が保有している船舶、防水丸に石垣市の中山市長らが乗船し、午前7時からおよそ3時間に渡って尖閣諸島の魚釣島、北小島、
南小島の山東の周辺海域において、ほぼ10年ぶりとなる公的な調査が行われたというものである。東海大学の防水丸は、排水量が2174トンと、比較的大きな海洋調査船であり、同船は、尖閣諸島の複数箇所の周辺海域において、調査用の海水を採取する作業を行い、同海域の今後に向けた環境調査を敢行したものとなった。防水丸が、今回の調査のために、尖閣諸島の周辺海域に入ったことで、そこを自国の領海だと主張する中国、海警局の艦艇もこれを追尾する形で、2隻が接近してきた模様だが、無論、これは日本側からしてみれば領海侵犯行為である。近年の中国、海警局の艦艇は4隻を1セットとして行動し、これら、尖閣諸島周辺の接続水域や領海侵犯を行うのが常となっているが、今回は日本側の動きが想定外であったためか、現場海域で確認されたのは2隻のみだった模様だ。しかし、日本側としては、ほぼ10年ぶりの公的な海洋調査という位置づけだったことから、事前に海上保安庁の巡視船も、これを総勢8隻でガードする盤石の体制を持って挑んでおり、中国海警局の艦艇の動きを抑制している。こうした事前準備の甲斐もあって、無事今回の防水丸による海洋調査は実施され、終了を見ているが、同行した石垣市の中山市長らは、尖閣諸島を行政上から管轄する立場として、これまでも同諸島への上陸を要請しているが果たせてはいない。これは、そうした公的な立場の人物が尖閣諸島に上陸することで、いたずらに中国側を刺激することを日本政府が恐れているゆえの判断だとは思われるが、今回、公的な海洋調査を敢行したことで、一歩は前進したと言っても良いのかもしれない。昨年2021年の6月には、石垣市議会において、尖閣諸島の行政上の石垣市との城という字名を、石垣市との城尖閣へと、尖閣の文言を含んだものに、変更する決議がなされており、同諸島の日本への帰属をより明確にする意図が込められている。すでに、この尖閣諸島の新たな地名である、石垣市と能代尖閣の文字を刻んだ標柱を、石垣市の中山市長らは準備、制作しており、2021年9月に実施した同諸島への上陸許可は、日本政府から拒否されているが、今後も重ねて、申請を継続する構えだ。政治的には、こうした尖閣諸島への上陸を目指すにあたって、日々、中国側の圧力が高まってきている現状にくさびを打ち込みたいと、中山市長らは、決意、尖閣諸島の名称を伏せた形で、周辺海域の海洋調査を行う計画として、今回は推進した。これが、今回の東海大学の防水丸を投入した海洋調査として結実したものであり、中国側からしてみれば、いわば抜き打ち的に行われた尖閣諸島周辺海域への日本側の公的な活動となり、阻止できない状況を生み出したと言えそうだ。ただし、個人的に若干気になっているのは、今回の防水丸を投入した海洋調査が、中山市長ら一派の政治的なスタンドプレー色も全面的には否定しづらい点であり、そもそも行政における首長が判断するべきかどうかという前提の問題もある。これは冒頭で述べた故、石原氏が尖閣諸島の東京都への編入を打ち出した際にも示された命題であり、核も中国という独裁国家と対峙するにあたり、国ではなく、一回の行政の首長が恣意的な動きを取るべきか否かが問われる部分だろう。
これとは、真逆に、鹿児島県の馬毛島のように、行政上管轄する西之表市長が、国の決定に反して、アメリカ軍の航空母艦艦載機の訓練施設や、自衛隊の拠点整備に反対する姿勢を示すことも、問題だとは感じるが、首長の越権という点では、同根とも思えてならない。日本政府としては、尖閣諸島周辺海域への接近は、基本的には、民家の漁業に従事する船舶しか認めておらず、今回も、同諸島への上陸は、行わないことを前提に、これを了承したものとみられ、今後も、同様の傾向は、続くとみられる。中山市長は、今回の海洋調査は、石垣市が定めた海洋基本計画に則って行われたと説明しており、その実行には、海上保安庁の巡視船の発跡による献身的な活動があったことに、謝辞を述べているが、中国側の反応にも注目が注がれている。尖閣諸島周辺海域の最前線で、中国、海警局の艦艇と絶えず対峙している海上保安庁にとっても、国側の一貫した姿勢と指示が最も求められる部分ではないかと思われ、その活動に報いる判断がなされることに期待したい。